ミラン・ガリッチは、セルビアのサッカー選手。選手時代のポジションはフォワード。ガリッチは4人兄弟の末っ子として生まれたが、第二次世界大戦の最中に両親と死別し、他の兄弟と共にズレニャニンの児童養護施設で育った。高校在学中の1952年に、プロレテルズレニャニンで選手経歴を始めると、1958年に FK パルチザンへ移籍。 パルチザンでは1960から61シーズン、1961から62シーズン、1962から63シーズン、1964から65シーズンのリーグ優勝に貢献し、通算281試合に出場し165得点を記録したが、得点王のタイトルを獲得することはできなかった。国際舞台においても、 UEFA チャンピオンズカップ1965から66で準優勝するなどパルティザノビフベバと呼ばれた世代の中心の一人だった。ユーゴスラビア代表としては1959年5月31日に行われたブルガリア代表戦でデビューをした。1960年にイタリアで開催されたローマオリンピックでは 決勝戦のデンマーク代表戦を含む5試合で7得点を挙げて優勝。同年の1960欧州ネーションズカップでは準優勝に貢献した。1962年にチリで開催された 1962FIFA ワールドカップでは5試合に出場し、グループリーグのウルグアイ代表戦で1得点、コロンビア戦で2得点の合計3得点を記録し、 同国最高成績となる4位に貢献した。ワールドカップでの活躍により、世界的な評価を得ることになったが、一方でガリッチは、ユーゴスラビア代表として、最も印象に残る試合として、同年10月14日に行われたハンガリー代表戦を挙げている。その後、1965年10月9日に行われたフランス代表戦で代表から退くまで、 国際 A マッチ51試合に出場し37得点を記録した。クラブレベルでは1966年からは国外へ活躍の場を移し、ベルギーのスタンダールリエージュへ移籍すると1968から69シーズンと1969から70シーズンのリーグ優勝に貢献。1970年からはフランスのスタッドランスへ移籍し、 1973年6月に現役を引退した。引退後はユーゴスラビアに帰国しベオグラードの大学で法律を学び、卒業後はユーゴスラビアサッカー協会の法律顧問を務めた。2014年9月13日、ベオグラードで死去した。ありがとうございます。